昨夜、奄美市の国道でトラックがガードレールを突き破って道路の下に転落し、運転していたとみられる男性が死亡しました。警察と消防によりますと、昨日午後8時半ごろ、奄美市住用町役町の国道58号線と県道が交わる三差路で、トラックがガードレールを突き破り、およそ5メートル下に転落しました。この事故で運転していた60代とみられる男性が車から投げ出され、道路下の川で発見されました。男性は意識不明の状態で病院に運ばれましたが、およそ2時間半後に死亡しました。警察が男性の身元と詳しい事故の原因を調べています。